タイとホタテの極み出し、のんびりコロコロ家族、海鮮丼をいただきます。今日は車中飯をしようと、鍋を持ってきました。こんな感じの鍋です。鍋の味はタイとホタテの極み出し鍋です。中でやる調理器は IH クッキングヒーターです。電源を引っ張ってきて、これで IH クッキングヒーターやってます。で、ここは電源サイトではなく、実は家の駐車場です。車中飯の練習をちょっとするために、まあ電源サイトと同じようにこういうのを引けますので。それと、今回、前回保温で出した、保冷庫なんですけど、今回は冷蔵で使ってます。で、前はサブバッテリーで使ってたんですけど、今回この、電源コードを引っ張ってきたやつをやってるんですけど、実はこの保冷庫、最近流行りの 3way とか 2way とかじゃなくてシガーソケットだけです。でもこれなんで使えるのかというと、この AC 電源とシガーソケットの変換器というか、シガーソケットをこっちに挿して使えるやつなんですけど、これを買ってきたので、これで、この保温庫も保冷庫も電源で、AC コンセントで使います。これで今日は冷蔵庫として使ってます。ちなみにこの、保冷庫なんですけど、冷蔵の方は外気温のマイナス15度ぐらいって書いてあったんですけど、今、外気温がこの24度の方で、で、こっちの冷蔵庫の方が 8.4 度ってなってますから、まあ大体15度ちょっとぐらいですかね。多い時で18マイナス18度ぐらいまで行ったこともありますので、まあ大体マイナス18から15度ぐらいっていう感じです。では今から、電源入れて鍋をスタートしようと思います。ではまた煮えたら移します。コロスケも一応車の中で食べてます。湯気が出てきましたので、そろそろ開けてみたいと思います。パカあー、いい匂い、いい匂い。今日はそこにマックスファンして、なるべく湯気が向こうに出るようにしています。でもめっちゃ上に上がってるけどな、ちょっと弱いな。じゃあ電池、扇風機したらよかったかな。これで食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。飲み物も用意します。ほろ酔い用意しました。はい、乾杯。最後の締めの海鮮丼をいただきます。ほうじ茶もいただいてます。うまい。ごちそうさまでした。初めての車中泊大成功やな。車中飯な。あ、飯車中飯大成功やったな。大成功やったな。まあ、これで次からも行けそうやな。うん、次から車中飯もちょっと頑張ってみます。います。ご視聴ありがとうございました。
グッドボタン、チャンネル登録してもらえると元気が出ます。またねー。